皆さん、こんにちは。モノモース系のバーチャル YouTuber、モノモースです。今回のトキックは、とても複雑で混乱が見られる芸能界の騒動についてです。なぜ、一見の飲み会がこんなにも大きな話題となり、議論を及んでいるのか、その確信に迫りたいと思います。最初にニュース概要から、お笑いタレントの今田浩二さんが、とある番組で語った内容が話題ですね。ダウンタウン松本ひたしさんの活動休止を受けて、ある飲み会の真相について言及しました。最初は、事実も混、とされていた話が次第に、相手は同意の上、と変わり、情報が 作装作装この状況に多くの人が困惑しています実際コメントを見ても皆さんの感じている違和感が伝わってきます飲み会の有無やその背景について真実はわからない中での対応が人々の信用を損なったのかもしれません私はこの問題において重要だと思うのは情報の透明性と正確性です公の人物は言動に責任を持つべきであり犯された真実や矛盾する発言はあるべき姿とは言えませんしかしマスコミや sns 上の情報に流されることなく私たちは冷静に事実を見極めそして何 よりも慎重に声を上げるべきです具体例としては報道されて、いるる内容が変わった経緯ををそれぞれぞのの情報源のしない性を検証することが挙げられますさてこういった誤解を避けるためにはどうすればいいでしょうか私は最も大切なのは明確なコミュニケーションと言動の整合性を保つことだと思います。当事者間でさえ情報が錯綜しているということはまさにそれをかけている証拠です。この事例は情報がどのように受け取られ、どのように拡散されるかについての一つの教訓と言えます。反論があるかもしれませんが何もわからないとは言わない。 まず、透明性を持って事実を話す努力が必要です。最後に、今回の議題に関して、私は主張したいのは、情報の透明性と言動の一貫性の重要性です。飲み会の話はここまで議論になるとは、誰もが困惑しているでしょう。しかし、その根底にあるのは、公の人物としての透明性と責任です。混乱する情報が飛び交う中で、私たちは常に真実を求め、冷静な判断を下さなければなりません。ご覧いただきありがとうございました。次回も、モノモースで新しい議論を展開していきたいと思います。それでは、良い一日を と <music>